I try to keep a distance of 2 meters. Hey, what's going on? 元気ですか、加藤。Let's welcome back to my channel. Oh! 今回ですね、2メートルの距離を空けようとするを英語でなんていうか解説したいと思います。2メートルの距離を空けようとするを英語で I try to keep a distance. I try to keep a distance of 2 meters. I try to keep a distance of 2 meters というふうに言います。今回の表現のポイントですね。これね、2メートルの距離を空けようとしているということで、2メートルの距離を英語でどういうふうに言うかというのがポイントです。まず、2メートルですが、日本語ではメートルというふうに言いますよね。ところが、英語ではメートル。ね。このメートルのことをメートルというふうに、ミーというふうに言うのがポイントなんです。で、表記方法が2つありまして、アメリカ英語では、こういうね、meter で meter。で、イギリス英語では、e と r が反転して、このね、スペルがね、綴りがあるということです。で、それを、ね、距離を distance という名詞を使って、keep a distance、距離を保つ。で、どんな距離を ?of 2 meters、ね、of 2 meters。2メートルの距離というふうに後ろから修飾をしています。それで、何々しようとする、心がける。I try to ね、これはね、今常にそういう状態ですよね。なので、現在形を使って、I try to keep a distance of 2 meters. I try to keep a distance of 2 meters というふうにやるということがポイントです。他にも2メートルの距離、ということで、2 meters apart, 2 meters apart, I keep 2 meters apart, で、というふうに、2メートル離れてというふうな副詞を使って、ね、2メートルの距離を保とうとするというふうにやります。この apart というのは、keep 2 meters apart, で、2メーター離れた状態を維持するというふうな感じで使うことができます。はい。で、今回ですね、2メートルの距離をね、空けようとしている。つまり2メートルの距離を保とうというわけですよね。I try to keep a distance of 2 meters. I try to keep 2 meters apart というふうに2つ言い方ができるということを解説しました。またですね、この meter のスペルですが、アメリカ英語とイギリス英語で違うということなんかも解説をしました。はい。いかがですか?今回ですね、2メートルの距離を空けようとしているを英語なんていうか解説しました。毎回このようなですね、ワンポイントで役に立つ英会話のフレーズを解説しております。もしこの動画がいいと思ったら、高評価。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。